それでは引き続き、はい、今度はファッションファッション行きたいと思います、はい、フィンランドから届いたマリメッコの古着のご紹介でございます、はい、これからの季節ね、うん、シャツ1枚、うん、出かけられるなんか嬉しいですね。いいですね、本当上着を脱いでシャツ1枚で軽や足取りも軽やかにお出かけしたいですね。はい、はい、じゃあ早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、こちらがマリメッコのシャツになります。 T シャツですね。 T シャツですね。長袖になります。はい、はい、身が P 来年のものになります。うん、色がいいですよね。ね、うん、いいですね、うん、でこちらにこういう模様がございまして、ここにマリメッコの小さいロゴがございます。はい、はいはい、こちらはマリメッコのボーダーになります。はい、はい、黄色に、黒のパターンですね。はい、はい、なかなか日本では見られないパターンですよね。そうですね、そうですね、はい、こちらはベージュに黒のボーダーになります。ちょっとショートだけになりますよね、この辺がね。そうですね、うん、ですからこの辺よくサイズの方をご確認いただいてからお買い求めください。はい、こちらちょっと先ほども、うん、なんか色が似てるというか同じ、これ先ほどのです。どうでしょうかね。はい、ほぼ同じ、同じですね、うん、はい、サイズは、はい、先ほどの M ですけれども、こちらちょっと表示の仕方が違いますね、うん、ちょっと違いますね。なのでホームページの方のサイズ測った寸法の方をご覧いただければと思います。うん、はい、はい、こちらは赤とオレンジ、うん、そうですね、赤とオレンジでしょうかね。はい、ここが、このスナップボタンで外せるようになっております。はい、新品ですね。これは多分使われてないんじゃないかな。はい、ちょっとゆとりのあるサイズでございますんで、家着とかパジャマもいいかななんて。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらは、マリメッコの長袖の T シャツになります。そうですね、はい、はい、こんな感じでございます。になります。でここにマリメッコのロゴがございます。はい、はい、よろしくお願いします。こちらはマリメッコのボーダーの T シャツになります。うん、はい、色はブルーの濃いのと薄いのパターンですね。はい、ちょっとサイズもゆとりがある感じがいたしますが、うん、ちょっと大きい。はい、はい、詳しくはホームページの方をご覧ください。はいはい、こちらは長袖の T シャツになります。はい、はい、で胸元がネルのボタンが2つで止まっております。こういうタイプですね。はい、あります。はい、ミカ P ラインネルのデザインですね。はい、これはちょっと人気ありそうですね。はい、あります。はい、はい、ここからはボーダーの T シャツではなくてシャツに移りたいと思います。はい、はい、こちらはネルのネルではないんですけど、ネルまでいかないんですけれども、なんかちょっと優しい感じの薄いです。ですから春先なんかには有効ですね。冬に限らず春先まで有効の、はい、生地質ですね。はい、でこれ面白いところがですね、わかりますか、こうちょっとボタンが何ていうんですか、こうダブルみたいな感じでこう合わせるようにこうなってボタンがかけられてる。うん、普通こうシングルじゃないですか、合わせて、ね、そうですね、奥深くこうダブルになってボタンを締めるという仕様の珍しいシャツですね。こちらのボタン仕様は当ショップでも初めての入荷となりますので、はい、よろしくお願いいたします。これはネルのボタンですね。練りボタンですね、ごめんなさい。練りボタンが、はい、メタルではございませんので、それうちも、はい、はい、よろしくお願いいたします。ヨカポイカでございます。はい、はい、オリーブグリーンのですね、でございます。
でこれはミカピーライネンではございませんが、同じようにダブルのボタンで、タイトなシルエットでございます。でこちらは、男性用でございますね。サイズが、38、ネックサイズは38なんですが、このアームとか全体の身幅はもう38以上のもっと大きい男性が着るような感じのタイプの、シャツでございます。ピンクいいですね。いいですね。私もちょっと着てみたいな。はい、こういう形になります。はい、これは未使用なんですね。あの未使用のシャツでございます。でミカ P ライネンではないんですが、ダブルボタンとタイトなシルエットのタイプのシャツでございます。はい、オレンジに、ピン紫に近いようなピンクのストライプって言ったらいいでしょうかね。また詳しいことは写真から、はい、ホームページの方お願いいたします。これお花の、これ七分でしょうかね。そうですね、七分八分だけのものになります、うんうん、ちょっと夏なんかエアコンの効いた部屋でちょっと寒いなって言ってちょっと羽織ってみてもいいようなシャツですね、うん、はい。これも新品ではないんですけど非常にコンディションはいいですね。はい、うん、生地はちょっと薄い感じですね。薄いですね。はい、薄いタイプになります、はい。でこれはジャケットですね。で遠目にはピンクに見えると思うんですが、あの細いあのペンシルのストライプみたいな感じのデザインでございます。白地にピンクのストライプという感じですね。で丸襟でスナップボタンので、ここにポケットが2つあって、ちょっと春先に羽織りたいジャケットですね。ですね、うん、こういうの1枚持ってると、でこう畳んでバッグの中に入れてもさほど場所取らないんで、うん、ぜひなんか持ち歩きたい1枚かな、うん、1枚ですね、うん、でも可愛いです。可愛いですね、はい、これは以前にもなんか販売したさせていただいたことあるボタンですかね、はい、ここにこうこういうふうにウェーブになったようなパターンでございます、はい、これもまあシャツというよりもちょっと軽く羽織るような感じのタイプでしょうか、はい。この辺に襟なんかに、ね、ちょっとこう生地すれ感、洗濯による生地すれ感があるんですけども、だから程よい古着感でね、なんかいいんじゃないかなと思います、ね、はい。で、あのボタンはヨカポイカと同じメタルボタンこちら使ってます。すいません、ね、はい、はい、後ろ返し、でこちらも、シャツというよりも軽くジャケットのように使っていただくタイプでしょうかね、はいはい。ネルの練りボタンですね。練りボタンがございます。ちょっと七分だけ、そうですね、七分だけになります、はいはい。でこちらもジャケットでしょうかね。そうですね、まあ、素材薄いんですけれども、うん、まあジャケットみたいにお使いいただくタイプかと思います。おそらく袖が、ね、七分、まあ八分だけ、いやじゃないですか。完全長いですね。あ、失礼いたしました、うん、完全長いです、うん、でもちょっと長すぎるか、こう折るタイプかなっていう感じ、うん、そうですね、かなっていうふうに見ましたけど、はいはい。でボタンはあのヨカポイカと同じようにメタルのボタンという感じになりますね。でグレーに、字がグレーに見えるかもしれないんですけれども、はい、少しグリーン系が入ったようなグレーにブラックの模様というふうになります。で着ていてもちょっとこう伸びるような、なんて言うんでしょうか、ストレッチではないんですけど、うん、伸びないんですが、なんか伸びそうな感じのストレッチ素材みたいな感じのですね、はい、はい。後ろはこういう形になります、はい、で後ろのこの背中は完全に白黒でございます、はいはい、こういうパターンですね、はい、いいですね、これも ね, ね、いいですね、うんはい、でここからはちょっとワンピースを2着ほどご紹介させていただきたいと思います、はい。
これもタグの状態からかなり古い時代の商品のようなんですけれども、一応こういう下がった方が丈が、そうですね、そうですね、はい、こんな感じです。これでこう、止めていただくんですけれども、左右に大きなポケットがついております。で、前が全部練りボタンで、止めるタイプでございます。ちょっとこう上に羽織ってもいいですよ ね、 そうね、あのチュニックのようにでしょうかね、うんうん、あの幅がかなり余裕があるんで、なんか結構マリメッコのこうタイプと色々ね、タッキーもそうですけど、うん、結構幅広で、ね、余裕があって、まあそれでキュッと締めていただくという感じでしょうか、はい、それは普通ですね、これね、はい、ね、で後ろはこういう形になります、はい、白にベージュの模様で、下が逆にベージュに白の模様という感じですね、はい、春に非常にいいですね、いいですね、色合い的にもね、うんうんうん、はい、はい、でこちらはあのタグにもございますが、1975年の商品なんです、うん、で非常に年月はもう経ってるんですけれども、まあ、それ考えてもコンディションは良好でしょうかね、そうですね、特にシミ汚れ、うん、破れとかございません、はい、でこちらは前が全部あのメタルボタンで留めるタイプになっております。で、分かりづらいんですが、ここにこういうポケットが左右に、ポケットが左右にございます、こちらです、はい、で紐がついてて、はい、こちら紐でキュッとやるタイプですね、で袖もメタル、あ、そうですね、袖もメタルボタンですね、はい、で袖丈これ普通ですよね、そうですね、うん、そうですね、店長の私で164センチですね、私の身長が、はい、でこの丈と、ね、はい、後ろはこういう形です、はい、いいですね、色もこれからのね、うんうん、にこれやっぱチュニックみたいな感じでね、はい、上に着ていただくのがいいんじゃないかなという、はい、以上ですね、はい、そうですね、あのマリメッコの古着のボーダー等の T シャツとヨカポイカのシャツ、はい、それと、ワンピースのご紹介が以上となります、はい、あの寸法とあの、はい、ホームページの方をきちんとご紹介させていただいてますので、はい、それを見てお買い求めいただければと思います、はい、販売日はこちらにも書いてあります、はい、3月10日木曜日夜の9時、21時から販売スタートとさせていただきます、はい、春のね、お出かけにね、うん、一着ちょっと加えていただくと、ね、はい、いいかなと思いますので、はい、皆様のご来店お待ちしております、はい、どうぞよろしくお願いいたします。